にちは、源太です。長崎県の出身、そして大阪府箕面市在住のシンガーソングライター森源太と申します。普段は、音楽活動が仕事として、生活のメインとしてしようとけど、この YouTube はですね、少しだけ音楽と違うこともやっていけたら楽しかなと思ってですね。で、最初に申しました通り、及長崎県西園木郡時津町っていうところの出身でですね、今は大阪の箕面市っていうところの山ん中に住んどって、もしかしたら今窓開けとっけん外の虫の声も聞こえるかもしれん。自然の豊かなところに住んどってですね、で、長崎人としてネイティブスピーカーですけんが、当たり前に普段日本中でライブや公演も長崎弁で喋ってて、歌って、歌は標準語でちゃんと作ったけどね、しながらですね、活動しよう中で、源ちゃんの長崎弁面白かねえって言っていただいて、俺としては普通に長崎で生まれ育ったもんやけん、もう大阪に出てきてもう17年経つとけど、普通に喋っとったら面白がっていただいてですね、で、この YouTube でですね、長崎弁のネイティブスピーカーとして、長崎弁の講座も、ちょっと長崎弁も紹介できたら面白かろうなと思ってですね、やっていきます。普段は、こうやってギターのあります、ギターを弾きながら歌を作って歌うことがシンガーソングライターとしての仕事じゃけど、今はこの場では長崎のおじさんとして長崎弁のご紹介いたします。では第1回目、YouTube の動画の編集とかですね、全く何もできんもんやけんが、今勉強していくとこです。今後いろいろと動画の編集とかもできたらよかなと思ったけど、今は全部手作りでさせていただきます。長崎弁ネイティブスピーカーによる長崎弁講座第1回放送、記念すべき第1回の長崎弁はドドンヘップリです。むちゃくちゃ手作りですみません。ヘップリです。ヘップリって何やろうか、なんて思いますか。ヘップリって何やろうかね、考えてみてください。じゃあ10秒後にヒントを1個ずつ出していこうかな。10秒後にヒントを1個出します。へっぷり、へっぷり、へっぷり。ヒントその1、多分日本中におります。ヒントその2、俺が住んでる箕面市大阪の山の中では、今日は2021年11月1日です。今の時期にいっぱいやってきます。いっぱい発生してめちゃくちゃ困ります。へっぷりが好きっていう人はおらんとじゃなかろうか。なんとなく分かったろうか。ここで分かったっていう人はヒントの出る前に止めていただいてよかけんが、で、動画の最後らへんでもちろん種明かししますけん、答えは言いますけんね。ではヒントその3、今日もそうやったけど、洗濯物に用品ついとって、今の時期ね、取り込むときに、洗濯物を取り込むときに注意のいります。結構ピンときたとじゃなかろうか。もうちょっと編集のできればね、ここにヒントをドドンとか出せたらね、様になっとってね。ではヒント、その4、もうまさに名前の通りです。ちゃんとした名前は日本中で通る名前はあったけど、俺が生まれ育った長崎では、長崎の時津町ではへっぷりへっぷりって呼ぶと、そのへの字はもうまさに漢字一文字です。ここはあえてね、ひらがなでへっぷりって書いてあってね、漢字のこのへの字に漢字のあたります。さあ、大概の人は分かったとじゃなかろうか。答えはドド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 ン。はい、その通りです。答えはカメムシですね。俺たちはヘッブリヘッブリって呼びよって、でもヘッブリっていう呼び方が方言だったって気づいてから、なかなかこっちの人に、大阪とかでね、他の地域の人にヘッブリヘッブリでもなかなか通じやんとかってね。今後やってその、また長崎弁もいろんな言葉なっけね。長崎弁は独特で、もうなかなか外では理解してもらえん言葉のいっぱいありますけんが、長崎弁の面白さもこうやって発信していけたらよかなと思います。最初に言った通り、本業はミュージシャンです。シンガーソングライターです。まだまだ今のコロナの状況でね、なかなかリアルのライブの公演もライブもなかなかできんとけど、これからもしっかり自分の大好きな音楽で、自分の役割としてこのために生まれてきたと思うぐらいに、自分の歌が大好きで大好きで、音楽が楽しくて大好きでたまらんけんが、これからもしっかり歌で生きていけるように、この
YouTube で、YouTube も頑張っていこうと思いますけんが、また長崎弁講座とか、他にももちろん、もちろん音楽の動画、弾き語りで歌ってる動画とかね、本業の動画ももちろんいっぱい上がっておりますけんが、よかったら森源太 TV、 ここにいつの日か出せますように、森源太 TV とテロップが出せます、出せるようになりますように頑張って勉強しますけんが、森源太 TV、 よかったらチャンネル登録、そしてまた高評価しとってもらえたら嬉しかなと思います。ではへんてこの話に付き合っていただいてありがとうございました。ではまた。じゃあねー。森源太でした。さよなら。へっぷり。